マイプレジャーボートの紹介をさせていただきます。この船はヤマハの UF21、21フィートですね。で、全長が 5.81 メートル、重さが 1.2 トンあります。これが操縦席です。運転するところです。ここがキーホルダー、それからギアですね。中立、前進、バック、ここね、行き過ぎないように印をしてます。マリーナ内では敏速で細かな操作が必要となりますので、このハンドルノブをつけなければいけません。つけてます。エンジンは120時間使用のヤマハ60馬力快調です。まず一番右側、ここは燃料タンク、ヤマハの純正の24リッタータンクが2つ入っています。それから真ん中はイケスです。ここに入りきれない魚がいつか釣れたらいいな。一番左は、予備のガソリンタンク24リッターが1つ、それから小マセのバケツ、竿ホルダー、小マセホルダーなどが入ってます。ロッドホルダーつけてます。ボート服立ててますけど、前にもロッドホルダー設置しています。これ両サイドに設置しています。で、船首にあるもう一つ収納がありまして、見えますかね、ここはアンカーが入ってます。じゃーん、船内はこんな風になって、まずポータブルトイレ、それから船に、絶対に積んでおかないといけないものが奥にあります。ポータブルトイレの床は DIY で作成、船の床は平らじゃないので現品合わせしてしっかりフィットするように。カーペットも貼りましたよ。こんな感じに設置、見てください、完璧にフィット、なかなかいい出来です。こんな感じ、トイレットペーパーに電気です。これ押したらつくんですよ。ほら、ついた、いい感じでしょ。そして取って、これを掴んで立てば立ちやすいです。船首ハンドレールを設置しました。オーダーは高価なのでネットで購入して自分で設置しました。寸法を測って加工していきます。オーダーだったらどのくらいかな、1万円ちょっとでできましたよ。竿ホルダー、小マセホルダーが設置できるように土台作成、材料は加工しやすいアルミです。穴を開けていきます。部品加工完了。
完成品がこちら。設置使用イメージです。以上、ボートの紹介でした。良い超過報告ができるように楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してくださいね。